セール夢プロジェクトに参加している皆さん、こんにちは。セールスタッフの三浦です。夢プロジェクトの第1ステージは4月26日まであと少しですね。皆さんは作文提出できましたか今日は作文を提出する方法をお話しします。一緒にやっていきましょう。 まず作文を提出するときに、皆さんメールを確認します。私たちからメール届いていますか、はい、これは4月の15日に送っているメールです。メールを見ると、第1ステージの作文を提出するフォームが載っていますね。ここ押すと こんなふうに作文を提出出すす。るフォームが出てきます説明をちょっと頑張って読んで最初にアンケートに少し答えます、えー。メールアドレスを入力したら「セール使って話しましたか?」はいとか「いいえ」答えます。 日本で働く予定についても答えます。私は決まってますとかですね3つだけちょっと最初アンケートに答えてくださいで答えると次の画面作文を書く画面に行きますはいこれは日本語で書いていきます何を書けばいいかわからない時はここ例を見るとこうやってねお手本 例が書いてあります。見てみてください。ここに作文を書いていきますで。直接こう書いても大丈夫ですし、ワードとか他のところに書いておいて、それをコピーして貼り付け、コピーしてペーストしても大丈夫です。はい、大丈夫です。 で3つ、入力、書いていったら最後に、こう文章をね、読んで、チェックを入れて送信します。これで第1ステージの課題、作文の提出が完了しました。作文が提出できました。26日までなので、皆さん、頑張ってください。 第一ステージの結果発表は5月9日です。5月9日、合格できるのは30人です。皆さん、チャレンジしてみてくださいね。詳しい内容はメールやフェイスブックグループでお知らせします。では、一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。